谷中銀座商店街振興組合理事長の福島と申します。谷中銀座は、戦後できた商店街でして、そうですね、まあ、商店街というところは専門店、まあ、専門家の集まりだと思うんですけれども、谷中銀座もその通り で谷中銀座には特にオリジナルの商店お店っていうのが、例えばうちだと普通の魚屋さんとは別に貝川魚の専門店とか、昔ながらの飴の専門店とか、そういう専門店が集まっているお店があるっていうのが、まあ、魅力でもあり、まあ、楽しみだと思います。まあ、谷中銀座は地域密着型商店街として活動しております。商店街が元気ということは街が元気だということを信じて私たち頑張っておりますので、ぜひ元気をもらいに遊びに来ていただければと思います。